こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。今日は一人でオープニングをやっていきたいと思います。で、テーマはまつげエクステをつけている方向けのクレンジング方法を今日はやってみたいと思います。アイリストもやってるんですけれども、お店でやっぱり初めてのエクステをする方だったり、普段のケアの仕方がわからない方から結構質問が多くて、クレンジング方法を知らない方結構多いなと思いましたので、これを見て参考にしてもらえるとエクステも持ちも良くなりますし、綺麗に保てると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。はい、クレンジングをしていきたいと思うんですけど、基本的にはオイルが入ったものは NG です。意外と普段使っていてダメっていうものも、クレンジングシートもオイルが入っているものがほとんどなので、こちらも NG になります。使っていいものはクレンジングジェル、ウォータークレンジング、リキッドクレンジングの3つの中から自分に合ったものをお選びいただけたらと思います。そして今日を使っていくものはこちらのジェルを使っていきたいと思います。ジェルを3プッシュ出していきます。普段のメイクを落としていく方法からやっていきます。まずおでこ、頬にジェルをつけていきます。余ったのは手に伸ばしていきます。摩擦が起こりにくいように、一番力の入りにくい薬指と小指を使って全体になじませていきます。まぶたを落としていきます。エクステにジェルがあまりつかないように、下から円を描くように落としていきます。エクステについてしまうと、一応オイルフリーなんですけど残ってしまって持ちがあまり良くなくなってしまいます。ラインを際の部分まで引いている方は綿棒を使っていきます。少しだけジェルをつけて際の部分を優しくなじませていきます。この時もエクステにつかないように上に向かってなじませていきます。コットンを使う方も多いかと思うんですけど、コットンは繊維がエクステに絡んでしまうので、なるべく綿棒を使ってください。際の部分にラインやアイシャドウが残ってしまうと、まつげダニの原因にもなってしまいますので、しっかりと落としましょう。下まぶたは下に少し引っ張りながら落としていきます。目に入ってしまうと染みてしまいますので、なるべく下にぼかしていきます。ここまでできたら流して洗顔していきます。はい、流してきました。タオルで拭く時もエクステを刺激しないように、一度軽く押さえてから顔周りのフェイスラインをしっかりと押さえるように拭いていきます。エクステの部分はなるべく触らないように意識しましょう。ドライヤーの冷風を当てていきます。エクステは水にとても弱いので、濡れたままの状態でいるとエクステの持ちが悪くなってしまいます。なのでお風呂上がりなどはしっかりと乾かしてあげてください。ドライヤーはローの状態で乾かしていきます。下から軽く当てていきます。乾いたらクレンジング終了です。はい、こんな感じで
お送りしました。エクステを初めてする方、エクステの持ちが悪い方、まつげダニで悩んでる方結構多いかなと思いますが、クレンジング方法が意外と原因のことが多いので、クレンジング方法をこれを機に直してもらって、エクステをきれいに保っていけたらメイクもすごく楽になりますし、毎日鏡を見るのが楽しくなるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。